はい、どうもこんにちは、マガでーす。今日も雪ということで、まあ、僕といえば雪ということで、今日も吹雪でございますけれども、今日は国道161号線、滋賀の方から、福井の方に抜ける側を撮ってみようかなと思ってやってます。それでは走っていきたいと思います。はい、そんなわけで、大雪警報が発令中の中、牧のあたりから急に、高島かな、急に吹雪になりましたけれども、久しぶりになんかこの峠明るい時間に通れるなと思って、なんかずっとこの雪の時に一回撮りたいなと思ってたんですけど、なかなか明るい時間に通ることがなかったので、今回たまたま早い時間ですね、今お昼の2時20分なんですけど、明るい時間に撮ろうと思って走ってきたら、まあすごい吹雪だったんですけど、まあ撮っていきましょう。この辺はね、結構融雪がいっぱい出てるんで、まあ雪でも全然走りやすいのは走りやすいんですけど、どうなんだろう、こんだけ降ると道が、多分水がいっぱい出てるんで何の問題もないかなと思うんですが、いやー、しかし今回、今季最後の大雪になると思うんですけども、視界が結構悪いですね。カメラだと、そう視界悪くないような感じで映ってると思うんですけど、肉眼だと、場所によっては本当に2、3メーター先が見えないぐらいのプチホワイトアウトみたいになるんで、まあ、雪もねちょっと道路に積もってたりするんで、ゆっくり走っていこうと思います。水がすごい、水たまりがすごいことになってる。これもうどうなんだろう、交通量が多いのかな。時間が早いのでそこまで交通量は、トラックはそんなに多くはないと思うんですけど、あー、やっと雪がこの辺なくなったのに、一日、昨日の夜ぐらいからかな、多分降ってたの。一日で真っ白になっちゃいましたね、これ。人がいるな、怖いな。
水はねがなんか人がいると気使っちゃう。なんかあんまり水の出が良くないのか今日。ところどころ路面が白くなってるな。すげえ。あ、これ、うわー、前が見えない。やはは。噴水みたいになってる。結構この道、さっきの大型みたいに、なぜかインコースを攻めてくるトラックが多いので、すごく怖いんですよ。お互いに、こうアウトアウトで走ればなんともないような道なんですけど、乗用車とかもそうなんですけど、右カーブの時やたらと最近インをつきながら来る車が増えた気がしてすごく怖いんですよ。洪水だ。ちょっと右寄りで車がいないので、わだちが洪水になってるから。この辺がちょうど、山頂、県境ですね。ここから福井県の敦賀市ですね。ここから下りになります。福井県側は晴れてるんだな。なんかさっきの調子だと福井側も結構降ってるのかなーっていう予想はしたんですけど、一気に雪がなくなりました。なくなってないな。降るのがやみました。すごいことになってるね。あれだけ。この動画撮るのどれだけぶりだろう。すごいね。ほんと YouTube 始めた頃ぐらいに一回撮ったような気がするんですけど。すごい水だ。なんか極力もうすごい深い水たまりっていうのをなんかバシャバシャ突っ込むと何かしらなんか車が壊れるような気がして、僕毎回避けながら走るんですけど。多分壊れないとは思うんですけど、なんか気分的に
か変なとこに水が入って壊れたら嫌だなって毎回避けるんですけど、すごいことになってるもんね、水が。いやー、この雪の壁が、まあ、今日は時間が早いからか大型が少ないから全然いいんだけど、もう雪の壁でね、道が結構狭まってるんで、走りにくい。川みたいになってる。なんかいつもより水が多い気がする。すごいな。雪があって行き場をなくして右行ったり左行ったりしてますけども、水の流れを見るとこう道路の傾斜が分かる。ああ、また、なんかマーカーが、マーカーに水が入りそうだな。あっと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 。ここね、細いんで、こうトラック来ると、結構寄らないと、すれ違いが厳しいところですね。でも帰り、まあ滋賀、関西から北陸に帰ってくるときの161号線って、なんかここからの区間が最近好きじゃなくて、前までちょっと手前のあの町の上りのとこが嫌いだったんですけど、狭いなぁと思って。最近なんかこの辺の方が、帰りはなんかすごい狭く感じるんですよ。来るときはね、特になんとも思わないんですけど、何が違うかわかんないんですけど。なんか左に側溝がある、すぐあるからなのか、あんまり好きじゃない。狭さを、狭いなってすごい感じます。
多分車線の幅は一緒な気がするんだけど、綺麗だな。いやー、よかったよかった。今日は全然大型車が来ないから助かった。でも夕方とか走るともうどっちも大型結構みんな走り出していい時間にこの辺に来るタイミングに当たるともう大型とかトレーラーとかバンバン来るとね結構怖いんだよね。未だに何回通っても慣れない道でありますね。そんなわけで今日はぐだぐだこういつも通り喋りながら国道161号線ですね、滋賀の方から福井の方向けて走ってきてみました。あ、もうちょっとしたらこの先から8号線になるので、あと最後ここがちょっと狭いかな。なんかね、左の今のここのガードレールがヒュッてなんか内側向いてるのがよくわかんない。あそこがなんかすごい狭い。なんでまっすぐじゃないんだろうと思うんだけど。無事抜けれそうでよかった。青だけど、あ、無理だった。もうこの信号から8号線になるので。おー、雪が落ちてきた。さあ、そんなわけで今日は161号線走ってみました。久しぶりに撮ったんですがどうだったでしょうか。雪の日の161号線ということで撮ってみました。またねちょくちょく前も撮った道が増えるかもしれないんですけど、いろいろねまた撮っていきたいと思います。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。あーでした。バイバーイ。